青い髪の女の子と一緒にいた菊虫、宿から連れ出したのはお前らだな。だったらどうした？あのな、ジジイは耳が遠いんだ。はっきりはいかいいで答えな。やばい、このジジイ頭のネジ飛んでるぞ。誰のせいでそうなったと思ってんだ。こっちは追い先短いんだよ、とっとと答える。おとなしくしてりゃいい気になりやがって。いいから逆らうな。そうだよ、青い髪の女の子と菊石を連れ出したのは俺だよ。ほう、で二人をどこにやりやがった。シデロス、エピス寮の鉱山島だな。ああそうだよ、いつも人手が足りないんで人を集めててさ。金は渡せ、渡せよ。だから銃をこっちに向けないでくれ。おいで、この町の警備兵を呼んできたぜ。警備兵だと？てめえ、おい、ちゃんと話したろ。なんだって警備兵なんか。悪者を通報するのなんざ善良の市民の義務だろうね。ここは警備兵に任せて、俺たちはもう行くぞ。じゃああいつはシデロスってところにいるんだな。ああ、急いで身柄を引き取りに行こう。あの時なんだって子供二人で置いてきちまったんだ俺は。今さら言ったって仕方ないじゃん、時間は元に戻せないんだから。それよりこれからどうするか早く決めましょう、その方が建設的よ。ああそうだな、すまねえマリー。よし、とにかくそのシデロスって島へ行こうぜ。二人が待ってんだから全速前進だ。一度労働を始めた者は満期までシデロスを離れることは許されません。だからここに連れてこられたのは本人の意思じゃねえと言ってるだろ。そうであったとしても契約は契約です。ふざけんじゃねえ、あいつを返せよ。シデロスの労働所では労働者の過去も経緯も不問です。よってあなた方の探している人物がシデロスに存在するかどうかを探す術もありません。またそのような捜索を我々が行う義務もありません。お引き取りください。顔見りゃわかるっての。おいらたちがその労働所ってのに行って自分で探すからな。シデロスの鉱山並びに労働所は商業国家エピスの重要な施設の一つです。勝手な立ち入りは重罪です。繰り返しになりますがお引き取りを。ちくしょう、ひと事だと思いやがって。もういいよ、行こう。マリ、何言ってんだよ。いいから外出たらちょっと話そう。おい待てよ。でマリ、お前さん何を知ってる？随分分け知り顔じゃねえか。まあね、私シデロスで育ったから。あ、そうだったのか。もっと早く言ってくれよ。私にもいろいろ事情があるの。二度と帰るつもりはなかったし、まさかこんなことで戻る羽目になるとはね。事情なんざ誰にでもあらな。で俺たちが聞いていいのはどういう話だ？オイゲンは話が早いね。とにかくエピスって国はシデロスから搾取ばっかでね、ああいう対応をされたってことはもう役所を頼ったって意味ない。じゃあどう
すればいいってんだ。こうしてる間にもあいつとルリアは。信じられるのは自分だけってこと。この離れ小島からはね、定期的に本島へ連絡船が出るの。その連絡船に忍び込んで鉱山がある本島に行こう。私らが二人を探すしかない。グランサイファーで乗りつけたんじゃ目立っちまうからな。この離れ小島は役人のためにやたら治安がいいの。気空艇を置いていっても多分大丈夫。そうと決まったらすぐに行ってさっさと帰ってきちまおうぜ。そうね。さっきのやりとりで役人に目をつけられたかもしれないし、連絡船への忍び込み方は私が知ってるから任せて。何年か経ってるから下調べはするけどね。ああ、慎重にやってくれ。ここで失敗しちまったら元も子もね。二人とも待ってろよ。オイラたちが今助けに行くからな。大丈夫ですか？顔色があんまり良くないです。ご飯足りないもんね。俺の分も合わせてももともと少ないし。ごめんなさい、シール君。ご飯分けてもらっちゃって。ん？俺は平気。ほら、まだチビだし。これから伸びるけどね。いつかはじいちゃんくらいに。おい、チビスケ、うるさいぞ。わ、見張りが入ってくる。まったく、なんでこんなチビのために俺が。ほら、出ろ。え？いいから黙って出ろ。面会だ。面会？え、誰が？黙ってついてこい。本来はこんなことは許されないんだからな。なんだろう。行ってくるね。ほら、グズグズするな。縄を無理やり引っ張るから歩きづらいんだってば。いつもの調子だな。元気そうじゃねえか、スイールよ。お前はクリアス、なんでここに？お前の情けねえ面を拝みに来てやったんだよ。あのクソ生意気なアマと同じで腹の立つ目つきしてんな。おい、話をするなら急げよ。お前が指図できる立場か。ほら、金ならくれてやるよ。拾え。一人でこんなところに送られてよ。さぞ寂しいだろうな。別に、俺が追っかけられてる間にみんなが逃げられたなら意味はあるし。それよりみんなは無事でいるの？心配か？安心しろよ。そんな顔しなくてもそろそろここで再会できるからな。捕まったの？どうして？今までそんな時踏まなかったのに。そう慌てんなよ。お楽しみはこれからだ。そろそろシデロスじゃ不法住居者の大規模摘発が始まる。いつも摘発の時にゃマフィアが適当に小悪党を見繕って憲兵に渡してやるんだよ。次はガルチーゾの番かもしれねえな。そんな。その顔、その顔だ。マフィアとつながる憲兵に情報を渡しに来てやったんだが、お前のその面が織田陣ってとこだな。お仲間との再会がさぞ楽しみだろうな、スイール。
大変だ。急いで大規模摘発のことじいちゃんに伝えなきゃ。あのシール君どうしたんですか。眉間にシワが寄っちゃってます。疲れたなら寝た方がいいですよ。あ、それともどこか痛いとか。ああ痛いとかじゃないんだ。でもあのさ、ルリア姉ちゃんたちにどうして俺が捕まったかって話したよね。確かシドロスは労働所で働く人以外は住んじゃいけなくて、だからシドロスの捨てられた町にこっそり住んでたシール君は捕まっちゃったんですよね。うん、あのそれは嘘じゃないんだけど。えい、いっちゃえ。俺のこと拾って育ててくれたガルチーザじいちゃんは泥棒なんだ。泥棒さん。うん、もともとはシデロスで畑を耕してたらしいけど。へえ、ここの外に出たことがないから知らなかったけど畑もあったんですね。うん、今は一個もないよ。シデロスに鉱山が見つかって、それで元々の持ち主だった国から商人の国であるエピスが買い取ったんだって。エピスは鉱山開発のために労働所を作って農民を追い出して、その後鉱物生成のための施設から出る黒い煙のせいで土が死んじゃったって。じいちゃんが。そうだったんですね。ごめんね、話がそれちゃった。いろいろあってじいちゃんは泥棒になって、労働所で働かされてる孤児を助けてもくれて。なるほど、泥棒だけどいい泥棒さんなんですね。いわゆる義賊みたいに正義がどうこうとかそういう感じじゃないけど、まあでも根っからの悪人じゃないよ。けどそんなこと憲兵に関係ない。大規模摘発って言ってね、シデロスにこっそり住んでる連中を大勢の憲兵が追い出す時期があって、それでもしじいちゃんが捕まれば犯罪者として縛り首にされちゃうんだ。じいちゃんはうまくやるだろうけど俺やっぱ心配で。じいちゃんとこには俺よりちっこい子がいっぱいいるから、そっちも。摘発のことをシール君の家族に急いで伝えなきゃ。なんとか見張りの隙をついてここから出られないかな。廃坑道には魔物が放し飼いされてるから、それもどうにかしなきゃ。Thank you.